反省会始めます。お疲れ様でした。今日はテラスに豪華なゲスト別所哲也さんがお越しくださいました。ありがとうございました。うもうねファンになっちゃったねみんな。寄、ね、りめっちゃやってくれてましたね。 これをず、ね、乗りようぜと、ジョジョのポーズなのかな、まさにどん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 出てくる。最初おもちゃんとですね、来た時から、ね、オーラとかすごかったよね。すごいなんか、本当に俺が小人に見えてたよね。エスカボスはそれもちょっといじってくれた。でも、あのゲームいります。 ポーズシンクロポーズあれ<ー>同じポーズ口をかけた口をかけなくていいじゃん失敗して失敗してヒカルが口でなんかもうヒカルが出る人みたくなっる。<laughs> <laughs> 意味わかんない流れだったよねじゃあ俺が代わりにっていう百ゼロで別所さんの告知来たかったそうだね別所さんの渋い声がねもっともっといやよかった俺もちょっと入りきってたんだよねあのセリフとかすごいねセリフあたりから多分俺入っちゃってたわでも別所さんもすごいそれ聞いてうわーってジって言ってくれたからね。ミニチュアジョジョミニチュアジョジョちびジジョョジョジョ 楽しも楽しそうだったし、なんか別所さんに褒められて、すごい嬉しい、記念になったね。すっごいいい方。ね、素敵でした。そしてですね、この反省会始まる直前に、衝撃の事実が発覚しました。何。マリモさん、スカート前後した逆です。大丈夫ですか。ポケットがね、こっち向きになってるでしょごめんなさい。ごめんなさい。気づかなかったんです。 なっております。ごめんなさい。これ、気づいてなかったんだって。反対なんですよね、ポッケこっち。本当だ。でも、わかんないですね。いや、でも、もう、全然わかんない。言われなかったら、かんない。モデルさんだから、これ、今のトレンドですって言ったら。ああ、三逆に履くの。これ、キューってできないの、スカートって。キューって。多分できますね。できる。もう、このままで。このままで。いいよ、いいよ。 <laughs> ちょっと可愛い天然なとこで出てしまいました <laughs> 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 さあそして今日のテーマですね、はい、え昨日3月22日が放送記念日だそうなんです<ー>1925年3月22日にラジオの仮放送が初めて行われたそうなんですラジオかすごい昔もう99年前だ100年前,100年前でも生まれてないな俺。 生まれてないみんなみんな生まれてないということで今日のテーマは皆さんのメディア初出演についてですいつだろう言えてたでしょ私今皆さんいつでしょうか意外とでもデビューとかの前になんか何かしらで映ってるってことこれ僕小学生の頃 そそれこファイターズが大好きでファイターズの札幌ドームで試合ある時はもうファンクラブ入ってたのでもう行き放題だったんですよね通い放題だったんです当時当時そうだったんですよファンクラブ入ってればもう行けるみたいなえすごいめっちゃいいねだったんですけどその時にもう通いまくってでオリジナルのハッピとか作ったりとかしててあの取材を受けたんです熱狂なフどこのどこの曲だ あ、じゃ、あの曲じゃなくて、新聞なんですよ。あ、新聞。うん、そっか、新聞もメディアだもん、ね。新聞、はメディアとして、新聞にもうでっかく。僕は小学生の頃、その八匹たのと、お、母さんと、二人で、割と大きく出ましたね。えーそれかな。小学。小学、多分三四年生だと思います。四年生。うん。 早いですね。あ、まあでも僕もそんぐらいですね。少年時代。何何？えっとなんかなんかの CM だったと思います。あ、そうか。子役だったんだっけ？なんかのなんかの CM。どんなことを言ってたやってた？えっとね、全然覚えてないですよ。そんなことある？初めて自分がメディアに全然覚えてないですよね。 テレビ出たくてこの業界入ったのに全然覚えてないですよ最初の、うん、何の CM かも覚えてないの、うん、全く覚えてない<ー><ー>緊張してたのかなでもあそれと俺も新聞出てます少年野球やってたんですよ実はでその時にもうちょっと野球ちょっともうあの野球じゃなくて俺テレビ業界行こうって思い始めてて早いねあなで。 それが小学校年生ぐらいででしょえっとその時新聞でちびっこ記者みたいな募集してたんで選手にインタビューする。でなんかもう56人ぐらいしか選ばれないっていう千枚枠に親父が面白がって「俺のお前募集してみたら?」ってでもなんかこう応募動機とか志望動機とかなきゃいけなりたい。 のでその皆さんみたいにあの身長伸ばす方法を知りたい,みたいな <laughs> って聞いたの<ー>野球選手にそ,それを僕中田翔さんに聞きましたえー、えー、そうなんだなんか芸能人になりたいんだみたいな <laughs> みんな周り,周りもうファイターズファン <laughs> 全身グッズだらけ <laughs> うん、うん、俺だけ普通のなんかジーパン俺だけなんか芸能人になりたいで ご飯何杯食べたらいいですか答えてくれた答えてくれましたちゃんと覚えてるあのご飯一杯でした一杯なんだそれが放送されたのその新聞に載りましたあ新聞に載ったんだミスティーンズっていう雑誌いや違いますなんかオーディションじゃないですけど美少女コンテストラジアーナ あ、ミスジャパンなミスティーンズてわかります？情報がすごい錯綜したけど、ミスティーンズが正しいのね。大会があるんですけど、その十代の女の子たちが集められて、そのまあ何で美少女コンテストみたいな感じですよね。オーディションみたいな。そうです。コンテストはいコンテストがあって、それにお母さんが勝手に私と妹を応募して、あるあるだね。あるある。あるあるなんですけど。 その様子がテレビで取材されました。そうなんだ。当時高校一年生お母ですかね。妹は中学校一年生で、えもう姉妹で。はい姉妹で札幌残って、そう最終の方まで行ったんですけど、わあ私は負けました。あそ妹が北海道代表として生き残って、全国の東京に行ってそこで最終の一位。 を決めることになったんですけどそこで落ちちゃってでもそうありましたねおそらくでも H T B じゃないねじゃないですねそうだよねいや残ってても嫌ですみたいなからまるまると太ってるからちょっと恥ずかしいそれでそこまで残ったすごい 絶対偽少女に決まってるの。偽少女だ。少女だよ。全然そう。でも取材本当慣れてなかったからもう片言でしたね。片言。言はおかしいでしょ。片言で。はいくさはいくさんからなんか聞かれた時きも、はあ、全然本当。まあそうだよね。うん。 じゃ、まりもさんどうですか。はい、えっと、私も小学校三四年生の時なんですけど。<ー>あの、きらら三九七の、お米の工場に行ったんですよ。で、なんかそこで、調理体験をした時に、カメラ取材が入ってて。うん、インタビューを受けたんですよね。うんうん、初めて、その時、あの、大きいカメラ見て、もう、ちょっと緊張しちゃって。うん、全然、喋ってないっていう、思い出があります。<laughs> 何聞こえるとか思えてる <laughs> 見学してどうだったんかでも全然出てこなくてなんか一言楽しかったですとか <laughs> それくらいでした。使使われて多分使われれ…ててて多分どうだったったけなあみ見てなな見見いいちょっと見てないですじゃあ 使われてない可能性もある。メディア初出演してない。そうしたら、でね。そうですね。でも楽しかったです。私はね、高校二年生だね。あの、まあ、僕野球部だった。そうだ。で、あの。新チームになると、キャプテンが任命される。で、私キャプテンだったんですけど。 普通上の代がいるときは一個上の代の人がキャプテンやるんだけど、なんか俺の時だけ二年生の俺がキャプテンをやることになったんですね。あ、まだ三年生いるのに。そう。上の代がいるのに。すごい評価されてるじゃん。そう。それでそうそうそう。短めのそうじゃん。そう。それでなんかね、異例異例なみたいな。そうだよね。だって普通三年生だよね。イレギュラーだ。そうイレギュラーな野球部で。 新聞に載りました。なんでそう笑ってんのどうしたどうしたそういうこと高二のキャプテンって載ったんだ、新聞に。そう。高二のキャプテン、滝原光る、バンそう。で、その時の滝の字が間違えてました。簡単な方の。簡単な方の。なってた。それかなえ、すごいじゃん。めっちゃ期待されてたってことだめっちゃ期待されてたんですよ。めっちゃ期待されてそれで打率何割だっけ一割九厘。 1>, <laughs> 1割飛んできゅうり私は小学校3年生の時みんなやっぱ34年生の, <laughs> あの街頭インタビューでえーと地元の国営ひたち海浜公園のネモフィラーの丘っていうのが結構有名で毎年5月くらいにこう真っ青の一面絨毯みたいな花畑になるんですけどそこでいとこと妹と3人でお揃いのサロペットを着ていたら その地元の局のアナウンサーが声かけてくれて、うん、で、どうみたいな話しかけてくれましたね。すごい視線合わせて、こうやって喋ってくれて。<ー>なんか優しいなーって思った記憶がありますね。それは放送されてた。実際放送されました。<ー>私がなんか、あの、ネモフィラの形、結構星型みたいになって、かわいい形なので。 星の形してて可愛いって言ったやつが <laughs> 使われてたそれはもう今でも大切に両親が残してますね地元のねケーブルテレビとかそういう地元の,民放,の民放がその学校に来てなんか行事取ってくれるとか結構あるのだけど高校2年生の時に 北海道でのメディア初出演を渡しますで高校2年生でそう福島にいたのにそうなの実は修学旅行で北海道に来てたんですけどそのタイミングでドサンコワイド179の夕方の駅前中継に出ました中継あれだ。 <え>すんげー多曲。すんげー多曲。<laughs> あれだ。すんげえ。スティービーに出てる。えー、そうなんだ。あのお絵かきですよね。お絵かきですよ,ですですよの、なんか直前とかに、なんか修学旅行生とかが来てると。ちょっとなんかインタビューに。やってくれるやつに。すごいあの高校生の時、すごい切り倒してたから。出たい出たい出たいとか言ってた。<laughs> 今もですよ。で今も。 今も切り倒している。今より生きてたとか。出たい出たい出たいみたいな。かわい言ってたら、あのインタビューしてくれて、どこから来たんですかみたいな。徳島です。今考えたらめちゃくちゃ田舎で恥ずかしいんだけど。出たんですよ。見たかったいな。あるんじゃないですか S.T.V に。いやいや怖いわそんな当時の映像は。何年前ぐらいですか。 だか10年前11年前あああるいやでも全然あのなんかどこの曲とか全然その当時は知らなかったからその北海道の曲受けるってなった時にいろいろ調べてあ HTV じゃなかったわと思って STV がそうあれはねそうあれ違ったんだと思って本当なんか就活とかで面接とかでもし htb だったら言えるじゃない。昔実はってだけどあ違ったわーずっと隠してた絶対言えないよようやく言えた気になるな。その頃から皆さんのいろいろ成長もねされたと思いますのではいこれからもメディアでそんな姿をお伝えできたらなと思っております初に帰りますそうですね <laughs> はいということでここまでお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうチャンネル登録高評価お願いします